ついに海外移住をしました。私は海外移住をした26歳、4年ぶりの海外は旅行ではなく移住で足を踏み入れることとなりました。成田空港から7時間、大荷物とともに到着。英語力ゼロの私は飛行機の中でも英語しか通じずにちょっと焦った。移住といってもこの先は不明、1年後には帰国している可能性もあるし、10年後も20年後もここで暮らしている可能性もある。日本生まれ日本育ち、日本が大好き、すでにちょっと日本が恋しい。まだ見慣れない景色の中、寂しさもあるけど、まあ年内には一時帰国するから大丈夫。日本とは異なる景色や文化、食事や気候、そして多種多様な人種、なんだかんだ異国の雰囲気も胸が高鳴る。移住先は赤道のほぼ真上にある常夏の国、面積は東京23区と同程度、東南アジアのハブ、そうシンガポール。初めての海外生活、この国で精一杯駆け抜けていきます。それじゃあお疲れ様。